ズーさん、タケオのもっと楽しむ音楽ラジオ。毎度おなじみ、もっと楽しむ音楽ラジオ、音楽大好きズーさんです。で、今日は前回の藤井風さんの花以来1ヶ月ぶりとなるんですけれども、ちょっとお待たせいたしました。即興解説動画撮っていこうと思います。ちなみにね、いつも横で一緒に写ってくれるタケオさんはちょっと今日遊びに行ってるのでいません。今日ご紹介する楽曲はこちら、オフィシャルヒゲダンディズムさんのソウルスープです。スパイファミリーの映画の主題歌ということで、ヒゲダンといえばね、プリテンダーでコンフィデンスマン JP の映画主題歌で大ブレイクしたバンドでもありますから、こう映画主題歌ってなると、それだけでちょっとこう期待感が高まってしまうところでもあるんですけれども、曲の展開がめっちゃ面白いですね。まずイントロはね、みたいな感じで、めちゃくちゃご機嫌なブラスから始まるんですよね。こういう風になんかイントロのリフがブラス、金管楽器の曲ってやっぱ最近 J-POP 聴いててほとんどないなって思うんですよね。これがすごいなんか地味に宿命とかから続くヒゲダン印な感じがするっていうか、高校時代吹奏楽部だった藤原さんだからこそこう思いつくフレーズだなっていう風にめっちゃ感じますね。で、このフレーズがなんとなくね、すごい有名な曲で、っていう曲があるんですけど、なんかこれと雰囲気似てるんですよね。で、この曲のジャンルってソウルっていう音楽なんですね。レイ・チャールズっていう人とか、ダニー・ハサウェイとか、アレサ・フランクリンとかっていう、もう1960年代を代表するアーティストの皆さんがすごい流行らせた音楽ジャンルなんですね。あったかいサウンドで、で、ベースが結構ブリ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 ってきて、で、ブラスとかもバーンってなってて、で、そこを歌うまい人がガーって歌い上げるっていう、なんかリズミカルでソウルフルなサウンドの楽曲なんですね。で、つまりこう魂込めて歌うわけですよ。曲名もね、ソウルスープっていう曲名になってることかもわかるように、その多分ソウルをイメージした結構楽曲になってる気がします。やっぱり注目すべきは歌の歌い始めですね。さっきのって言った後に、返すらーつって、このブラスと同じ音程からボーカルが始まるんですね。これクソ高くて、普通の例えば許してね恋心よとか言って言った時のサビの一番高い音のソ、ソよりも2音高いんです。2音っていうか、だから鍵盤4つ分高い、かー返すらーから歌い始まるんで、もう普通の人なら声出ないぐらいの高さのボーカルから A メロが始まるんですよ。これはもうだからヒゲダン藤原さとしさんはもうこんなん余裕だぜっていう歌い方なんですけども、いや実は僕ここに結構思いがこもってるなって感じたんですけど、藤原さん今年ちょっと休んでたじゃないですか。喉になんか病気が見つかっちゃって、一回ライブツアーとかもお休みして、ちゃんと直します、ちゃんと歌い続けるために直しますって言ってお休みしてた期間があって、今回のこの曲はこの12月に発売されたということで、おそらくその事件があった後に作った曲だと思うんですね。で、歌い出しの歌詞を読んでみると、声すら失うような絶望味のスープを一生に少なくとも一杯飲まなくちゃならないみたいだ。だからここは人生をラーメンに例えてるっていう、うまい例え話でも一つあるんですけど、ダブルミーニングとして声すら失うような絶望味のスープっていう歌詞に、藤原さん自身のその声が出なくなっちゃったらどうしようっていう悩みを乗っけて、それをなんわけあるかーっていう感じで高音で声すらーって歌い始めてるっていう、すげえかっこいいダブルミーニングな歌い出しだなと思いました。でもこの曲のサビに向けた展開っていうのは、ヒゲダンのホワイトノイズと似てるなって感じて、構成がだから普通はイントロ、A メロ、B メロ、サビなんですけど、今回のソウルスープの場合はイントロ、A メロ、イントロ、A メロ、B メロ、嘘サビ、本当のサビっていう順番なんですね。つまり A、B、サビっていう3段階ジャンプじゃなくて、 A、B、嘘サビ、本サビっていう4段階ジャンプなんですよ。なんかヒゲダンってもしかしてその本気で J-POP を変えようとしてるんじゃないかなって思う時があって、普通ね、やっぱり日本人で J-POP 育ちだと A メロ、B メロ、サビでしょって思っちゃうんですけど、こうもね、なんかこのビッグタイアップで連続して A メロ、B メロ、サビ、本当のサビっていうやつをやってるところを見てしまうと、もしかしてこう
それをヒゲダンが作った当たり前にしようとしてるんじゃないかなってすげえなって思う時があるんですよね。で、一つ目のサビの方はこんな感じです。無謀な理想がオゾロップに突き刺さる、ここ変ですよね。その後はビターなこの現代と引き立て合って癖になる、ここもまた変ですよね。今までのヒゲダンなら絡み合って癖になるとかやりそうなんですけど、今回は合って癖になる、このメロディーがヒューって下がるのも含めてちょっとおしゃれですよね。でもそれが全部気持ちいい。なんかこうキリンジとか藤井風さんとか星野源さんとか、なんかそういう都会的なニュアンスを感じさせる和音が入ってていいなって思いました。でこういう進行って実はヒゲダンなんかあんまりやってなかったなって思って、いやなんかもしかしたらこう一回お休みされてる間にいろんな曲とかをまた研究し直してまた引き出しを増やして帰ってきたんじゃないかなって感じる、なんか新しいヒゲダンを感じるこの和音でしたね。で気になる本サビはコード進行こんな感じです。なこっちの方がすごいヒゲダンっぽいコード進行なんですよ。スタンバイユーとか始まりそうな感じしますよね。だからなんかいろいろこうおしゃれなアプローチとかも取り入れた上で、でもやっぱり俺はこれをやんなきゃいけないんだみたいな感じで、もう一回いつものヒゲダンに戻ってきてくれるような、なんかこの安心感というか感じるんですよ。でそこの歌詞もなんか疲れたりとか焦ったりとかして嫌になる気持ちをこう憂いたり拒んだりしてても、それでマシになることはもうないだろうって、ちょっとだから自分がいい状態ではないこと、自分の中にこう疲れとか辛さがあることを甘んじて受け入れる歌なんですよね多分これ。でじゃあそれでサラリーマンとかもしくは疲れたバンドマンが最後一日の終わりにどうやって心を癒すかっていうと、多分油増し増しのラーメンを感飲することでしか得られない背徳感と心がちょっと救われる気持ちがあるっていうのは僕分かりません？なんか体に悪いって分かってるんですよ。分かってるんだけど美味しいし、これ飲むのやめられないし、なんか飲んでる自分がちょっと嬉しいんですよね。あーまた体に悪いことやってんな、ごくごくごく、くー明日も頑張るかっていう。お酒なんかもちょっとそんなとこあると思いますけど、なんかこのソウルスープってそういう歌なのかなっていうか、その声が出にくくなる病気に襲われちゃった藤原さんの辛さとか、ヒットの第一線に常に戦い続けなきゃいけない辛さとか、そういうものも全部飲み干して俺は歌い続けなきゃいけないんだっていう覚悟の歌なのかなって思いました。はい、じゃあちょっと2番続いて、ちょっとラッサビのところのとCメロの終わりのところのため方がすっごいヒゲダンっぽいなって感じました。普通だったら2度3度4度5度っていくところ、盛り上がっていくところをためるときにヒゲダンよく2度3度4度3度2度3度4度3度ってこれね無限にいけるんですよ。何回でも自分が言いたいことを言い終わるまでずっとこれやっとくとずっと続くんですよ。でもういけるなってなったら5度いけーふるるるるるみたいな感じで、この自分が気持ちが整うまで、自分の歌詞が整うまでずっとこれを続けて、でこの間僕らずっとじらされてるわけですよヒゲダンに。いつ5度来るの、いつ5度来るの、来たーみたいな感じで、もうヒゲダンの盛り上がりと一緒にもう待ってました、待ちすぎてかもしれません、お待たせしすぎたかもしれませんみたいな感じでラスサビに突入できるというわけなんですね。でこれをラスサビの最後でもやるわけです。もう
一滴残らず飲み干すまでって言うまでにまだ言いたいことがあるわけですよ。そういう時は2度3度4度3度2度3度4度3度ってずっとやって、飲み干すまでっていう、そこにこう聞く僕たちも歌う藤原さんも気持ちをぶつけていく、そこに持っていくっていう、このための美学みたいなものがヒゲダンにはある気がして、それが今回も存分に出ててすごい良かったですね。うん、とにかくもう本当最後まですごいこう自分も周りも幸せにしてやるっていう強大な熱量を感じるいい曲だなと思いましたね。またかっこいい新曲を聴かせてくれてヒゲダンありがとうっていうのと、一リスナー一ファンとしてお帰りと言いたいですね。はい、ということで、今回はヒゲダンのソウルスープ解説させていただきました。ぜひ面白いなと思ったらコメントでいろいろ教えてくれたら嬉しいです。チャンネル登録、いいね、高評価もよろしくお願いします。それではまた次回、ズーさんでした。